雨が激しく降っています。ああこれか。等々力競技場、川崎対横浜マリノス。ベルディがボールをつないでいきます。ビスマルク、柱谷、縦へスルーパスを出す。ベンチーニョ、ベンチーニョのシュート決まりました。1点先行、ベルディ川崎、まず1点を先行しました。うるさいよね。デルマーレ、奈良橋がボールを持ち込みます。ラストパスを送った、キーパーチク、岩本シュートを決まった。左足のものすごいシュート、岩本2点目。ベルマーレ、岩本の2点目のゴール。ジェフ石原対横浜マリノス、国立競技場は超満員です。マリノスローイン、高くボールを浮かしました、そのままゴール。下川取れません。ビスコンティのゴールです。なるほど。久保田さん、もう少し隙間を見てくれますか。あの V の隙間がすごく気にかかってね、私埋めたくなるんですよ。お願いします、はい、さあこちらは名古屋対川崎です。瑞穂競技場で行われています。ビスマルクのシュート、これは素晴らしい。ドライブがかかっていました、左足のシュート。武田からパス、胸でワントラップしてキーパーの頭上を越えていけました。伊藤もこれは取れません。さあここはジェフの、これはねパフォーマンスですね。これは水内くんが非常に得意なパフォーマンスなんですけど、今のジェンカですね。そうですね、スルーパスが通りました。中をちらっと見た、ボールを送る、岩井のクリア、岩井の素晴らしいクリアです。ディフェンスがいいですね。ゴールキーパーの森は動いていませんでした。これが岩井のナイスクリアでした。うわ、浦和レッズ対ベルマーレ平塚、パスが通っていく、右サイド、ボールを持ち込みます。中を見ています。ラストパスを送る、バイスクルキック、ルンメリゲ、ルンメリゲのバイスクルキック、これは素晴らしいゴールです。しかし4対1ベルマーレ。すごいね浦和レッズ。ハンス・オフト監督が映っています。鹿島アントラーズ対岩田、コーナーキック、ボールが弾けた、スキラッチ、スキラッチを押し込みました。スキラッチもいいね。佐藤が飛び出したところ、ボールが弾かれたところ、スキラッチが詰めていました。前半9分の得点です。さあそしてこれは、これ実は私前田さんと一緒に実況やったシーンなんですけどもね。さてこちらが白熱の PK 戦、ルーキーの広永、これは決まりました。鹿島と川崎第2節、これで川崎が勝利を収めています。出ました。一方こちらはシジマール、そしてキッカーはジェフのリティ、弾いた、シジマールは183センチなんですけどね、手伸ばすとかなり手長いですからね、かなりの範囲にカバーしますね。そして PK 戦、ゴールキーパーは森下、黒崎、ああ失敗、黒崎の PK は失敗してしまいました。ハンス・オフト監督のこの表情。ジュビロ磐田は PK 戦はニコスシリーズは3戦3勝なんですよね、ということです。はい、ちょっとお恥ずかしかったです。ちゃんとどこそこのチームの誰それが何した会すごいですね。追えませんけど、やっぱこれも動体視力がいいって言っていいんですか。すごいですね。いや、暗記力がいい。暗記力がいい。しかし結構こうやって冷静に見ますと笑っちゃうシーンありますね。ありますね。森は動いていないとかありましたね。そんなことはないですよ。どうですか、どの辺が印象残りましたか。そうですね、やっぱり森くんは動いてないな。いつもね助けられてね、それで結構注目されちゃってからみんな悔しいでしょうね。そういうことです。じゃあ水内さん分かっていらっしゃるみたいで、今後のプレーに期待したいと思います。はい、さてここで J リーグのもう一人の主役、まあ応援するサポーターの皆さんに注目してみたいと思います。はい、はい、サポーターの熱気はものすごいですからね、はい、全国のサッカー場周辺をですね徹底調査し、そこに流れる、噂に迫りました。はい、それではですね、みんなでちょっとですね呼んでみましょう。ここでやりますか。よろしいですか。久保田さんも一緒にお願いしますよ。はい、大きな声でいきますよ、はい、せーの、カメラくん。 J リーグのゲームをみんなに代わっていろんな角度から見てきたのが僕、そうカメラくん。今回はその僕が J リーグファン必見のマル秘情報や噂の真相を探ってみたいと思います。題して J リーグウォッチング、カメラくんがいる。
タジアムにはなんと日本一すごいものがあると聞き探ってきました。みんなジュビロスタジアムの日本一って何か知ってる？俺たちのことかな。ジュビロのフラッグじゃない、ビッグフラッグじゃないの？ビッグフラッグとあとバックスタンド。あ、ビッグフラッグですか？え、ビッグフラッグって、あ、出た。ハーフタイムの間しか見られないこれ超巨大の応援フラッグ、でっかい。なんせ縦30メートル横40メートルという大きさ。もちろんこんな大きなフラッグ他のスタジアムで広げることも寄せ運ぶことも不可能だから、ホームゲーム以外はスタジアムの一室で寂しく丸まってます。かわいそう。とにもかくにもこれ以上は大きくできないなど、日本一でっかいフラッグはジュビロの宝物です。ところでもう一つのジュビロが誇る日本一がこの人、12チームのサポーターの中で日本一大きな声を出すという噂のサポーターのリーダー鈴木俊忠さん。実は鈴木さん、ジュビロサポータープログレッソのみんなには伏せている秘密があるそうです。そこで私、カメラ君だけにという条件でその秘密を初公開。あ、実はあの自分が今横浜マリノスで前の日本代表のゴールキーパーの松永茂達さんのちょっと1個後輩に当たるもんですから。そうなんです。鈴木さんは中学時代から静岡県では名の知れたゴールキーパー、浜田高校では現在横浜マリノスの守護神松永選手の1年下の後輩、それも同じゴールキーパーであったのである。今もなんかよくスタンドでなんかグラウンドなんかで会ったりして、少し応援とかしにくいにはしにくいんですけど。ジュビロ磐田、元気いっぱいのリーダーにもそんな秘密があったんですね。まあこれはジュビロサポーターのリーダーとしては言えないよね。さあ次なるスタジアムに向かおうと JR 岩手駅に向かったところ、面白いものを発見。駐車設備の少ないスタジアムのためメインとなるのがこの駅。そこではジュビロの選手のイラストいっぱいのスタジアムへのマップを無料で配布していました。ファンにはもう涙ものの嬉しいプレゼント。でも素敵なイラストに見とれて道に迷わないようにね。 K-E-M ジェフ市原でまずびっくりしたのは J リーグ1を誇る豪華な移動用バス。ラジオがついてるこのソファーは一脚で40万円、こりゃリッチで、前から4番目はジョー君の席なんだって。あ、下もあるんだ。これがこのバスの優れものサロン、作戦会議もここで OK。 さらに秘密発見、疲れた選手たちのために乗り降りも楽ちんなシステムになっています。さてここで一休み、市原市五井駅前にある喫茶カレン。こんにちは。何になさいますか？あ、このジェフパフェを。かしこまりました。でもアンティークな店内にジェフの旗はミスマッチだよね。お待たせしました。お、来た来た。これがジェフパフェか。ジェフカラーの果物を使って作ったパフェ。ちなみにサッカーボールはピンポン玉なので食べれません。ん？紅茶リティ？あ、そっか、リティのティーにかけてるのか。座布団1枚。突然ですが私ここ肉の田中屋さんにお手伝いに来ました。あ、何か手伝うことあります？へえ、うまいもんですね。あら、お姉さん、お姉さん、何やってんだよ。ここは肉屋さんだよ、クレープ屋じゃないんだよ。ねえねえ、分かってんの？無口なお姉さんだな。あら、油なんかで揚げちゃって。もしかしたらこれが噂のジェフコロッケとリティロール？そうなんです、リティロールはリティの母国ドイツ名産のソーセージを、またジェフコロッケはジェフカラーの材料を使った美味しいお惣菜。でもおじさん、なんで作ったんだい？ジェフがなかなか勝てないもんで、せめてコロッケ、美味しいコロッケを食べて勝ってもらいたいと思って、まあサポーターの人たちも買いに来ていただいております。ここは平塚駅。平塚といえばセカンドステージでヴェルディと首位争いを繰り広げる絶好調ベルマーレ平塚のホームタウン。今日はホームスタジアムでもある平塚競技場を探検。いやー、今年の改装で綺麗になったな。他にも変わったところがこれ、サポーター用のペインティングエリア。気
が効いてるよな。僕も試合を見に来た時使ってみようっと。そして一番驚いたのがここおトイレですね。トイレのドックがすごいって、見てよ見て見て、その数男女合わせて410個、サッカースタジアムの中で一番多いそうだよ。腹減ったなと思って入ったのがここゴミ取り。ベルマーレにちなんだ懐石料理を発見。その名を若き神々の挑戦。この料理には一品一品に秘密が。お店に来たら教えてくれるよ。ん？なんだ？謎のおじさんを発見。ここにもベルマーレの快進撃の秘密があった。そう、このおじさんこそベルマーレ平塚になくてはならないサポーターの一人、鈴木正夫さん46歳。藤田の時代からベルマーレを応援。選手たちもよく来るんだって。今日は試合当日、先週同様おじさんも緊張するのかな。やっぱりしますね。早く目が覚めるから。あれ、お店が開いてる時間なのに。あ、いましたいました。そしてベルマーレのゴールが決まると、おお、騒いでる騒いでる。一方お店はというと超満員。みんなテレビで応援。娘さんと奥さんはテレビも見れない忙しさ。試合が終わるとすぐさまお店へと向かうが、気持ちはまだスタジアム。少し仕事させないと思う。私のくたびれ。おっと、本音が出ましたね。ちょっとおじさん、聞いてんの？やっぱり私が先頭切ってやんないと、みんながね、やっぱり応援してくれないから。でもやっぱり片時のやっぱり勝利はね、最高ですよ。いやー、しかしなかなか熱狂的な人がいますね、これはね。浦和レッズはなんかファンの人方のためにこんなに思考を凝らしてるやつなんですか？うちですか？ええ。いやもう一試合一試合頑張る。精神論を誰が言えた？一試合一試合頑張るのをこう見せてあげる。それがもう一番サポーターが喜んでもらえるんです。じゃあさっきあの紹介したようなあの分かりやすいパンフレットだとかね、そういうのは一切なし。でもあります、ホームゲームの時にこの本みたいなのはありますけどね。あ、そうなんですか。はい、あ、横浜はフリーウェイですか？フリーウェイですわ。いかがなもんでしょうか？なんか何も知らないんじゃない？それがある。なん？どうなんかな。考えておきましょうか。あと時間があったら。大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃないですか。まあそれさっきの話ですよ。